マルハバン、マルハバン、マルハバンということで、本日もウイクラストーリー編をやっていきましょう。はい、ということで、ブレイクギャラクシーのビジョンについてね、まずは説明していこうかなと思います。はい、現在はトッププレイヤーのディビジョン13シーズン83年目という、ところまで、来てますと。でね、もちろん、最終ターゲットはスーパースター X なんですけれども、その前にスーパースターもあり、ここも目指していきたいなというふうに思ってます。はい、でですね、アソシエーション、今は MR っていう協会をね、運営してるんですけど、今現在、大変メンバー募集しておりますんで、応募待ってますということで、参加条件がね、一応プロフェッショナル以上からになってるんで、そこはね、気をつけてもらえればなというふうに思います。はい、じゃあ、早速ね、スケジュールの確認に行きましょうということで、第7週目、2試合という形になりますね。はい、これでこの第7週を終えれば、すべての、チームと総当たりしたということで、第9週目からは、2週目になる感じですね。はい、続きましてリーグ順位表を振り返っていきましょう。はい、現在3位ということでね、勝ち点も縮まってきたといったところで、1位との勝ち点差ですね。はい、といったところで、現在は7試合の5勝0分け2負けという感じの成績となっております。そして得失点差もね、14点と、失点が少なく、得点が多くという感じでいい感じですね。はい、得点ランキング、アシストランキングを見ていきましょう。得点ランキングからまずは6点ポールセン2位ですね。そして3、アシストランキングは、3アシスト、3位のアブドゥラマン、そして、2アシストの5位バーディーですね。はい、ここもまだいけますよ。そして、今回当たるチームは4位ですね。なんと4位です。さあ、ここね、負けてらんないですよね。ここではまだまだここで負けてらんないですよ。ここもしっかりね、勝ちを収めていきたいなというふうに思います。で、おお、なんと相手チームは3-2-3-2ですね。なんと、おお、これは私の好きな、ポゼッションサッカーというか、カウンターサッカーというか、そして相手キーパーテアシュテーゲン、そしてボヌッチが入って、フロレンツィが入って、ルイス・アルベルト、ポグバ、トーバン、コウチーニョ、ネイマール、グリーズマン、強い強い、普通に。そしてこのネイマールはね、現在得点王のネイマールなんですよ。そう、非常に危ない選手ですね、これは。はい、ということで、メンバーをね、どうしようかなと、考えてるんですけど、特に考えることはなく、やっていこうかなと思います。はい、いつも通りですね、いつも通りの、ディフェンス陣はね、こうパパッと決まっちゃうんですけどね、問題はこっからですよ。もちろんパレーデスを入れてみます。そしてルーカス・レイバーももちろん今回は入れていきますよと。デローンはね、ちょっと今回の試合は難しいかなと思うんで、そして香川を入れていきましょう。久々の香川、そしてアブドゥのところにドーグラス・コスタを入れていきますと、こんな感じでいいんではないでしょうか。で、ウェルベックとシュールレを入れ替えて、でコロナのところに、そうだな、いいか、これで。で、バーディーを入れていきますよと。バーディーとポールセン。ただ、サンソーネと、入れ替えた方が良さそうなんで、こっちですね。でいこうかなと思います。で、体力は、
回復しなくていいでしょう。まあコンディションだけね、ルーカス・レイは、まあ、使わないかもしれないですけど、一応ね、やっておきますと。まあこんな感じですわね。で、パレーですじゃなくて、どうしようかな。あ、ドーグラス・コスタでいいかな。うん、873、まあちょっと落ちるんだけども、あのキッカーがいないんで、これでいこうかなと思います。よし、セットプレイですね。次はセットプレイを組んでいって、こうこうと。で、こうこうという感じですかね。はい。あとは、対戦相手を見てちょっとね、マンマークをどうするのかしないのかするのかっていうのも見ていきたいなと。ネイマールが危ないんですよね、ネイマール。ただネイマールにマンマークをさせといてもちょっと厳しいんで、だけだったら厳しいからね、グリーズマンに渡っちゃう可能性もあるからね。まあ今回はもうちょっとマンマークはなしでいこうかなと思います。これでね、まあネイマールも対処できるでしょう。ロマニオーリとクリステンセンであれば大丈夫、問題ない、いけるよ。ポールセンどうしようかな、回復させとこうかな。一応回復させとこう。まあ余裕はあるんだけど、うん、ちょっとポールセン、やっぱ非常にね、いい選手になってきてるんでね。まあハットトリックもしてるし、まあやっぱり調子のいい状態でね、出してあげたいですね。まあ次からはちょっと3層年をもうちょっと入れていこうかなって思いますね。まあ25歳、3層年ももう25歳ですからね。3層年をそろそろちょっと入れていかないとダメですね。さあ、どんな感じでしょうか。いやー、まずい。嘘でしょ、今のが入るの早くないですか。あれ入る、今の入る、今のが入ったらまずいでしょう。こんな緩いシュートが入っていいものなのか。ちょっとアグレッシブにね、行かせてみようかなと思います。次から。さあコルナ頑張れ、よっしゃバレー、うわー、綺麗にクリアされちゃったよ。よっしゃナイス、あーマイボールだ、びっくりした、こっちがやられたのかと思った。うわ完全引っ掛けたな今、それはいかんなグリーズマン、よくないっすよグリーズマン。いや、もったいない。いやー、交番が早い。よっしゃ、ナイスサール。いいね。逆サイド。いや、何してんだ、香川。お前は、何なんだ、一体。おい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 。おお、あっぶなー、あっぶな。ネイマール脅威だな。ナイス逆サイド。よ、今回はトラップできたね、コロナ。オッケー、いいパス。来たよ、フェリックス。バーディー、バーディー。
たバーディー、素晴らしい。いやーフェリックスよく耐えた、よく耐えた。そしてバーディーのこのね、ボールタッチ素晴らしい。いやよし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 って感じだね。いやいいコースに決まったねこれ。まだよし、あとはもうネイマールにね渡しさえしなければ。ネイマールに渡ったら本当にやばい、本当にやばい。ネイマール、ネイマールはあんなゆるゆるシュートで入れてくるからな。いや当番もねちょっと脅威なんだよね、スピードが半端じゃない。でもサールがいい、いいんだよ。サールがうまい具合にこう耐えてくれてる。いやこいつ潰そうか。そういや、なんで、おお危ない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 。来たドーグラス、おおともったいないな。よっしゃコロナいけ、詰めろ、おおしよしよし、いいよ来たマイボール。ゆっくりゆっくりでいいよ、ゆっくりで、そう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 、ゆっくりでいいよ。いやこっち側でいいけどな、長友側で。いや厳しそう、ショートパスとかのがいいかな。さあ手足低減、いやーパレーです、何してんの。いやまずいネイマールも、いや危ない危ない。おお何してんだよ、ハルマに取りに行けよ何任せディフェンスに任す気りにしてるわ、恐ろしいな。そこら辺で取られるのはまずいからね。よし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 、いやマジでこれ勝っ、いやもう本当負けと引き分けのないないよ、うん、これで負けたりとか引き分けたりとかしたらもう本当にリーグ優勝は難しいよし行け行け行け行くんだバーディー、よし行け行け上げろ、よし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 、さあドーグラス、いいクロスを、うわぁ香川か、よしここつなげていって、つなげて、そう、うわぁ何してんの、何してんだ、ひどかったね今のは。いやちょっとやっぱダメだ、ロングじゃないと。よっしゃいけ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 、逆サイドへ、そういけコロナいけ、いや無理くり、よしそれ拾ってくれ、よしよしよしマイボール、ちょっと変えていこうかな、そろそろ。サールが結構もう体力が減ってんだよね。だからといって、まあ、サールを変えるのか。サールかな。でもないもんね、体力。ここはコロナ。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 セカンドにもできないし、Rウィング。ちょっと難しい感じになっちゃうな。ウェルベック、そしてポールセン、アールウィングか。あんまりポールセン、アールウィングとかで使いたくないんだよね。センターフォワードとかのがいいんだけど、まあ仕方ない、今回は。よし、これでいきましょう。
ウェルベック、いや両サイドがでかいっていうね。きた、うわいいね、あの振り抜きクロス。さあここをウェルベックじゃないな、アルベルトです。ちょっと読み込みに時間がかかるね。間違った。時間かかりすぎだな。よし。まあね、バーディー、ウイングできたらね、結構いいんだけどね。バーディー、足も速いからさ、絶対ウイング向きでしょ、ポール戦よりどっちかというと。ねえ、できたらいいんだけどな。きた、サル。いやー、惜しい。OK、きた、ナイス。今のはラッキーだね。オフサイドっぽかったけど、それもなく。今のはラッキーだった。来たねー。いやー、これはナイス判断だったね。フェリックスの。え、そんな無理やりにパスを出すって思ったけど、これこそ、まあ、いかに早く出すかが。鍵となってた、まあ、シーンだったね、これは。素晴らしい。今のところ逆転。さあ、このまま逆転勝利と言ってほしいところではありますが、ね、ネイマールがいるからね、まだ油断はできないよ。で、この当番が早いのよ、足が。で、サールがもう少しでスタミナがなくなってくるでしょう。それでね、ちゃんとこう耐え抜くことができるかが問題。ここが問題になってくるんだよ。よっしゃ、いやー、ファール。いや、ないでしょ。直接はここからないでしょ。さすがにクリア。よし、マイボール。よし、オーケー。うお、うまっ。何今のウェルベックのパス。きた、いや、反応してキックしきれてない。いやー、惜しかったね。もう一点来てたね。もう一点行きたいね。もう一点行きたい。もう一点。厳しいか。うお、惜しい。さあ、いやー、やっぱネイマールがうまい。さあ、アルベルト頑張ってくれ。ラストだ。クリア。よっしゃ、ナイス。危なかった。あれでネイマールに当たってたら確実に決められてたかもしれないよ。よっしゃ、いけ、ポール戦。ポール戦いけ、スピードだ、スピード。よっしゃ、サル。うわ、えぐい、サールのクロスだ。いやー、振り向かせるな。いやー、やばい、ネイマールがいる。くー、右サイドがやばい。右サイドがやばい。さあ、いや、クリアー。よっしゃ、ナイス。ナイスディフェンス。さあ、1点入れに行こう。このまま1点入れに行こう。いけいけ、ポールセン。いけ、ポールセン。行くんだ、ポールセン。いや、いや、拾えないか。
よしよしよし、なんとか勝った。あ、危な、マジで危なかったわ。これはギリギリの試合だった。さあ、トゥーマッチレポートということでね、見ていきましょう。いやー、サールが落ちてるねやっぱ。で、バーディードラクスラー、ドラクスラー54。もうユースチームレベルになってんじゃん。54。はい、ということでね、今は、3位、そして得点アシストランキングといった感じですかね。いやー、ちょっと今回はリーグ全体的にレベルが高い感じがしますね。あと1試合ですね。おお、フェリックス上がってくれ、頼む。おお、瞬発力エクセレント。え、上がんない、上がんない。あとどうしたら上がるんだ。ネルソンセメド来ました。で、上がんない。フィジカルかな。いや、待てよ、セットプレーでいこう。で、セメド、オフェンシブ、アタッキングですね。はい、ということでね、ポルト戦やっていこうと思うんですけど、まあ、このポルトはね、まあ、今最下位のチームで1勝もできてないチームですね。で、まあ、コンピューターチームといったところで、まあ、とは言ってもね、ポルト、まあ、実際には普通に強いチームですから、まあ、コロナもいるし、しかも右サイドバックでコロナを使ってるっていう、もったいないね。で、フェリペ・アンデルソンがいると、まあ強いね。反応が遅いな。じゃあこれ3層ね入れていきましょう。3層ねってでもスーパーサブとかだったっけ。まあいいや。で、シュールレで、ドーグラスコスタ入れれないか。まあコロナでいっか。じゃあで、アブドゥ入れていきます。で、ルーカス・レイバー入れていきます。まあ、ルーカス・レイバー、どうなんだろうな。で、アンサルビーの。で、センターバック。まあ、こんな感じかな。まあ、非常にね、こう、バランス的にこう、使ってる感じなんで。まあ、そんなね、一気にこう、
衰えるっていうことはあまりないのかなとは思います。一応試合には出してるんでね。とは言ってもボナベン、デローンか、デローン入れときたいね。デローン使いたい。で、あとはボナベンはちょっといいかな今回は。でデローンはちょっと、コンディション上げときましょう。入れるかもしれないんでね。てかルーカス・ペイバーじゃなくてデローンでもいいような気がするんだよね。ただ822まで落ちてんだよね。ここでデローンを入れるとどうなる。820、あ、あんま変わんないんだ。じゃあデローンでいいか。で、キャプテンを、これは結構若手だな、みんな。え、誰なんだろう。アルマーニ？まさかのアルマーニ？アルマーニが一番年取ってるのか。だね。だね。アンサルディとフェリックス同い年なんだ。アルマーニにするか、じゃあ。キーパー、キャプテン。キャプテンはキーパーです。そして、やっぱいないよね、これがね。ああ、フェリックスでいいね。あ、フェリックス良くなってきたね。で、デローンをロングフリーキック。まあ、ちょっと微妙な感じだけど。で、ショートフリーキッカーは、3層ね。うん、これでいこう。なんか微妙な感じになったけど、ロングフリーキック、フェリックスに蹴らした方が良さそうだけどね。デローンって絶対取られそうだよ。コロナもなんかやっぱり90になってぐらいからやっぱ能力が上がんなくなってきたね。まあ予想通りというか、まあ93だからね、言って。Welcome to what amounts to football heaven. It doesn't get a whole lot better than this. The conditions are utopian. The sky is blue, and the players are with us for a football match so widely and keenly anticipated. Truly, this is pristine, and the level of expectation and excitement is reflected in the smiling faces of the crowd. They know it means so much, and theyAlso experience between them a great sense of privilege at being able to attend this most special of games. And we have in front of us this gloriously imposing arena, absolutely picture perfect for a game of this nature. And already has a hit! Over to the left.There's the ball up to meet it! Didn't want to get his head on that, but couldn't score. That's a real disappointment as well, after he worked so hard to just get into position and get on the end of that in the first place. A lot of effort for very little reward. なかなかやっぱり点が決められないね。この感じだと。いやー、おいおいおい。アップな。危ないな。なんか攻められてるみたいだね。ちょっと変えていかないとまずいな。アグレッシブで。サールもいいんじゃん。
結構俺ポルトの選手使ってんだね。よっしゃ、いいよ、チャンス。よっしゃ、シュルレ、いいね、オッケー、素晴らしい。いいね、シュルレからの3走ね。いや、このコロナのパスがうまかったな。ドン、コロナのパスがうまい、うまい。スワーブが効いてたわ。It's so often the case with goal scorers, little influence, and all of a sudden, bang. もうまだいけそうな感じなんだけどね。オッケーオッケー、いいね。アブドゥだ、ボールダッシュがうまくなったよ。来た、3走ね。3走ね。いいパス。シュールレ。シュールレ。いいね、シュールレ。関わってる、関わってる。ははー、投げ倒された。いやー、いいね。シュールレ、いいね。いやー、よかった。アブドゥもね。なんとか無事に育ってきてくれたね。まあ、これもし、育成放棄してたら、育成を、まあ、要は、ね、アブドゥをトレーニングを全くさせないでさ、試合にも出さないみたいなことしてたらもうそれこそ腐った廃人になってたわ。危なかった危なかった。まあね、やっぱりどれだけね、その時にね、いい結果を残さずともね、やっぱり日々訓練ね、練習をしてたらね、そのうちね、そういう結果を残してくれる時がやっぱり来るわけですよ。もっとまあイエローをもらってしまいましたけどもね。まあ、アブドゥもね、無事、育っててくれましたっていう感じですかね。アブドゥラフマン。まあ、星5の選手は。まあまだギリギリ使える感じだけどって感じだね。さあ、ここから3走ね。よっしゃ、行っちゃって、いやー、パスしすぎでしょ。攻めどいい。攻めどいいね。まあ一応ね、フェリックス、セットプレーの今トレーニングさせてるけどさ、まあできればフィジカルとかも上がってほしいね。フィジカルとかの能力。うわ、いいパス。そしてコロナ。オフサイ？ああ、よかったよかった。入ったんだね。出た。久々見ましたよ、このゴールパフォーマンス。あー、ちょっと今ラグってる感じみたいですね。いやー、でもうまかったな。シュールレのこのパス、いやー、素晴らしいものでした。これはね、びっくりびっくり。これいやー、素晴らしい。OK, OK. 3-0. よしよし。あ、そっか、まだハーフタイムか。終わったかと思った。
さあまだあるということでね、どんどん追加点を入れていこうか。よしよし、攻めどいけ。おお、攻めど、攻めどがなんか良くないな。攻めどがなんか良くないぞ。攻めどが良くない。いや、ディフェンスもいかないし。いいね、アブドゥはいいよ。攻めど、うわちょっとね、パスもちょっと微妙な、微妙だよね。早く上げすぎというか。いや、シュールでいいね。スーパーサブなのにさ、前半から出しても全然強いよ。フェリペ・アンダーソン。いやー、取れない。よし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 、ミリトンナイス。OKOK。カウンター、カウンター。いやー。コロナがきついなー。ドーグラスかな、ドーグラスか。ドーグラスだろうね。ドーグラスか、アルベルトとかでもいい。アルベルトで、そう。ドーグラス、アルベルト。ちょっと待てよ。待てよ、待てよ、待てよ。やってみようか。アルベルト、いや、ポールセンを入れていきたいんだよ。ただ、アルベルト入れないとキッカーがいないし。で、三層のここを持ってくると。そうすると、シュールレを入れ替えないといけなくなってくるから、まあ仕方ないか。いっか。で、こうして、で、ウェルベック入れて、で、ポールセン入れると。まあ、シュールではね、もう十分活躍してくれたんでね、まあ、この辺でいいのかなっていう。ウェルベック、キャプテン。これでいきましょうかね。テテ、フェリペ・アンダーソン。よし、最後の力を振り絞るんだ、アブドゥ。いや。インターセプトできないか、今の。攻めど、攻めど、負けるな、サールに。いいよ、ないよ。いけいけ、おお、いいね。マローン、マローン、マローン。うわ、シュールレ。素晴らしい抜け出し。いや、うまい、シュールレ。ハットトリック惜しかったな。ハットトリックさせてあげたかったけど、いやー、うまいわシュールで、間違いない。これはもう神聖だわ、本当に強いわ。さあ、あとね、後半残りわずか。ここでポールセンが
結果を残すことができるか。そしてルイス・アルベルト、ウェルベック。さあウェルベック、いいよウェルベック。そしてポールセンが入ってくる、きたー入って速攻、やばいねこいつウェルベックもやべえな。でアルベルト、もうこの3人でもさ決めに行ったよな体力がある者同士でえぐいわ。さあもう1点いけるよ、もう1点、もう1点いっちゃおう、もう1点。もうウェルベックとルイス・アルベルト、そしてポールセンはもうガンガン行って、ガンガン前からそうプレスかけていって、ミスを誘って、いやいいように回されてるな、いいように、オッケー、ナイス攻めて、いやー何してんだセメド、いいねウェルベック、いいねアンソルディ、いやー、あーうまいことは回されたな、ウェルベック、クリア、よし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 、まあ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 、なんでかね、勝つことができました。じゃあね、ちょっとハイライト見ていこうと思います。ちょっとボールのね支配率すごい悪かったね最後の方ね。いやーシュール、そうだね、マンオブザマッチシュールでしょう、そりゃそうだ。この1回目のこのシュートのシュールのこれもねディフェンスに防がれましたけど、まあ、惜しかったね。でこれがねまず1点目、コロナからシュールレから3層ねっていう感じでね、まあコロナが非常にいいカーブのね、パスを出してねくれたのがまあ良かったのもあったんですけど、まあ、シュールレも見事にそれをダイレクトパスでね渡してくれたと。そして2点目ですね、3層ねからシュールレ、これはね、サンソーネがうまい、ドリブルをかわしつつ、ね、あっこにパスを出した、まあ、あっこに走り込んだシュールレもね、素晴らしかった。そしてこのシュールレからのパスを、うまいタッチでコロナがしっかり受け止めてね、シュートしてくれたというのがあって、そしてもう1点目、これが、ね、アブドゥからシュールレっていう感じで。いやアブドゥじゃない、アブドゥもいいパスだったんだけど、シュールでもね素晴らしい抜け出しだったですね。でさあこれもね、ウェルベックからポールセンという感じで、まあその前にルイス・アルベルトも絡んでたといったところで、まあ交代選手が速攻ね、決めてくれるっていう、そんな、素晴らしい結果を残してくれた、まあ一試合でもありました。ということでトゥーマッチレポート、はい、マルティノビッチが上がります、1プラス、うわ見てこれ下がってる選手の方が多いわ、いやーきついな、ボナベンも下がって香川も下がってバーディーも下がるっていう、いやー仕方ないんだけど、くそー900万、きついな多いわ。そして2位に、なんとまた昇格しました、1位との差は勝ち点1ポイントね、いやーこれでしっかり、まあ前半まあまあなんとか取り戻すことができたのかな最後の方ね、7点ポールセンが2位と、
そして、4アシスト2位が、3人いて、フェリックス、シュールレ、アブドゥ。いい感じですね。うわ、バルセロナ 5-0。お、そしてマンチェスターユナイテッドでミランが、ああ、そういうことね。ミランもまあ強いもんな。トレーニングがミリトンか。うわー、うお、2位上がった。やっぱ強いな。アビリティブーストが効いてるんだね。アビリティブーストが効いてるわ。やばいな、アビリティブースト。ここ今強くしどきだな。スピードはまああるしな。ディフェンシブも結構ある。フィジカルかな。スピード、テクニックでもいいけど、まあフィジカル系だな。はい、ということでね、今回はここまでということで、第7週目が終わりました。次回の動画はですね、第8週目の、トレーニングキャンプ、そして第9週目の、FC バルセロナ戦を1試合ね、やっていこうと思いますので、また次回の動画もお楽しみに。